はい、皆さんこんにちは。三浦の実況部屋にようこそ。今日もね、妖怪ウォッチやっていきたいと思います。今回はですね、クエストやっていこうかなと思うんですけど、2本旗が立ってますね。これこの子誰だっけ。ガブガブ行き過ぎだろ。自販機だ、何を飲もうかな。あ、違う、間違えた。違う。あ、アイドルポスターを手に入れた。アイドルっぽいポスターではありますが、違いますね。他の場所を探しましょう。これ別のクエストじゃん。違うよ。今この子に話しかけようと思ったんだけど。のりちゃんか。はあ。お風呂上がりだからって牛乳じゃダメよ。糖分。何飲んでるんですかね、これ。コーヒー牛乳かな。コーラか。おお、もっとね、落ち着いて飲まないと。この子行こう。クエスト。ミカちゃん、オス、もしかして今暇？暇なら鬼ごっこもでもやらね？みんなで逃げたり隠れたりするから頑張って捕まえてみな。ずっと隠れてるのもきついからな。制限時間は決めとく。あと全員見つけるのは難しいだろうから、ある程度人数捕まえたら勝ちでいいよ。どう？楽しそうだろ？今すぐやるか。これあれですね、鉄平でやりましたね、一回。ハイパーおにぎり。ハイパーおにぎりじゃねえや。なんだっけ？ハイパーおにぎりって。ハイパー鬼ごっこ。よし、やろう。じゃあみんなで隠れてるから目つぶって準備してたな。あ、違う。ハイパーおにぎりじゃない。ハイパー鬼ごっこじゃない。スーパー鬼ごっこになってる。すげえ。5分以内に6人か。前回のハイパー鬼ごっこの時は8人だったような気がするんだけど、簡単になってる？もしかして。よーい、ドン。そうなんだ、これ下のマップにね、うつら、あ、痛い。いきなりいるじゃん。お前隠れろよ。てっぺいか、クソ。捕まったか、次は絶対負けないからな。ダメですね、てっぺい。隠れ方がね、ちょっとね、甘すぎる。いた、のりちゃん、早い。デブのくせに早いぞ。待て、のりちゃん。よし、捕まえた。この私を捕まえるなんて、あなたやるじゃない。もう一人なんか上の方行ったな。いた。あ、これミカだ。ミカは早いな。ミカ。この子ね、なんかあれだよね。見た目的にもなんか女の子だけどスポーツできますみたいな。畜生、私が走りで負けるなんて。多分ね、スポーツ万能な女の子なんでしょうね、きっとね。あ、僕もね、中学生の頃いましたよ。なんかスポーツ万能でね、ショートカットですごく可愛い子。さあ、あと3人。なんかいないぞ。どこにいるんだ？いないっすね。あと、いた。こいつ誰だ？どこ、いた。守る。ち？追いつかれたか。仕方がない。負けを認めてやるぜ。あと2人。健康。結構今回も簡単かもしんねえな、これ。こっち側はいけない。あと3分50秒。いた。これはあれだ。アイドルになりたがってる女の子だ。いた。この子は足遅い。よし、捕まえた。メグちゃん、もう何よ。あんた手加減しなさいよ。あと1人。どこにいる？あと1人なんだけど、ちょっとこれやばいな。あれ？いないな。どこにいるんだろう。ちょっとこういうなんかね、見つかんないな。こっちはダメか。なんかすごいとこに隠れてんじゃないの、もしかして。すごく入り込んだとこ。あ、こういうとことか。いない。やばい。これやばい。あと3分。おかしいなぁ。あれ？本当にいないじゃん。やばいな、これちょっと。いない。あ、いた。すげえとこに隠れてた、こいつ。もうバレバレだけどね、もうここまで来たら。
タク、え、見つけるなよ。オッケー、6人。今回ちょっと焦ったけど、捕まえた。いや、足早いな。また一緒にやろうな。ウィース。お、いいねいいね、当たり。力の札を手に入れた。ありがとうございます。これ多分ね、スーパーなんだっけ、鬼ごっこっていうのは、これ何度でも多分挑戦できるんだよな、これ。うん、クエスト終わっちゃった。5分。すげえな、グビグビ飲んでんな。牛乳かこれ、グビグビ。やっぱ絶品牛乳は一味違うな。そっか、銭湯ね、銭湯に牛乳、うん、確かに美味しいよね。絶品牛乳はちょっと高めだけどね。牛乳ならやっぱり絶品牛乳よね。よし、今日はね、こんぐらいに終わりにしとこうかな。のりちゃんだっけ。当分当分。はい、今回ね、ここら辺で終わりたいと思います。スーパーなんだっけ、スーパー鬼ごっこだっけ、スーパーかけごっこだっけ。まあどっちでもいいんですけど。はい、ご視聴ありがとうございました。